どうも皆さん、おはようございます。うつ主の、のろけよと、ゲストののろなりです。今回は、特急潮騒号のお得な乗り方、を紹介していきたいと思います。ちなみに今回は、大回り乗車の場合です。あれ、この度そんな企画だったか。本当はスペーシア君側大回りだったなんて。バッチリ聞こえてるぞ。ちなみに、現在地は桜駅です。今回は、ここ桜駅から、旭駅まで特急に乗りたいと思います。そのルートがお得な乗り方なのか。そうです。桜から旭は、約50分の乗車なんですが、それでいて特急料金は最安値の520円なんです。さらに距離は 48.3km で、かなり際どいラインです。なるほど。これはお得な乗り方というより乗り得だな。まあそうだね。乗る距離を極力料金が上がる直前まで近づけて、より安い値段で距離を稼ぐ。確かにお得というよりの利得の考え方かもしれない。じゃあこの動画のタイトルは、特急潮騒のお得な乗り方じゃなくて、特急潮騒の乗り得講座だな。それでは、初メロチャレンジ、桜です。ドアが閉まります。ご注意ください。はい、皆様、お待たせしました。間もなく、乗車する特急潮騒号が来るようです。やけに長い前置きだったな。視聴者帰ってないか。ここまで見てくれてる視聴者様がいるかはわかりませんが、ここからが本題です。特急潮騒号が入線してきたな。あ、ちょっと待ってこれ。あ、やばい並ぶ駅前すぎた。そっか、潮騒はハーハー。地球量だからぜいぜい。後ろ寄りに止まるのか。ひぃ、おぉ、ここで乗り遅れたら企画倒れだー。自流石の号車はどこだー。よし、先頭車が自流石みたいだ。乗り込めー。おらー。よし、なんとか乗れたな。ほんと急ぎ足な企画だな。あ、ここが空いてるね。ここに座ろう。設備紹介です。座席は、このぐらい倒れます。リクライニングは、この黒いボタンでできます。必死に指差ししてるな。テーブルは、肘掛けのところにあります。これ今の人わかるのか？ラスト、こんな感じです。小さいですが、ボトルを置くところもあります。列車は日向駅を通過中です。特急だし、そりゃ通過はするよな。小さい駅ですね。何これ、なんか、この、なんだっけ、ベーシティバスの水色のあるやつ。お散歩バスの、お方。あれみたいなやつ。こちらが、今回使った特急券です。この時は、増税前だったので510円でした。ただいま鳴門を発車したところです。この辺はのどかな景色が多いな。まもなく、朝日川に到着。大井戸の皆様は、お忘れ物のないようにしてください。朝日の木々は、早朝会場に終わります。ぐわーということで、旭に着きました。何だったんだ今の茶番。それでは、乗ってきた潮騒号をお見送りします。はい、中はコーヒーがしで入ってます。まだ入ってます。はい、はい、現在旭川にいます。さあ、レシリー世代違う。なんでこれ初見のじゃない。これ初見だよ、初見の。フルクラス。はい、ということで皆様、いかがでしたでしょうか。なんか途中からゆっくりじゃなくなった気がしましたが、それは気のせいです。というか気のせいだと思いたい。今回の動画は、この辺で終わりたいと思います。この後は、ひた
房総丸九で松見島で行って、友部行ったり、大宮からスペーシアに乗ったりするんですが、それはまた別のお話で、それやらないパターンや。よろしければ、チャンネル登録、高評価などもよろしくお願いします。多分この辺に登録ボタンがあると思うから、よろしくだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。次回予告です。スタートはいつもの新浦安。ではなく、まさかの上野。その後は、強大なフリーパスの力を借り、龍、城、一、こと、公施設をどんどん制覇、数々の惨劇に見舞われながらも、しっかり立ち直り、レア車両の連発を引き起こした同行者の力は、やはり凄まじい。近々同じ動画を出すらしい。そちらもチェックしてみてね。次回、千葉三級パスの旅、の1日目、お楽しみに。